本日のレシピは無限に食べれるボリボリキュウリです。こんばんは、ナリです。簡単で美味しいは正義ということで、本日もやっていきたいと思います。まずは材料紹介から。本日の材料はこちらになります。それではやっていきましょう。レッツワンパン。はい、それでは早速やっていきましょう。本日は無限に食べれるボリボリキュウリということでね、これまあキュウリのキュウちゃん的なやつをね、今日は作っていこうと思ってます。あのキュウリのキュウちゃん、すでに美味しいと思うんですけども、あのキュウリのキュウちゃんをですね、完全に自分の好みに仕上げました。きっと皆さんにも喜んでいただけると思います。なんでね、早速やっていきたいと思います。まずはキュウリをカットしていきます。キュウリはですね、こちら両サイドは落としてしまって、この部分に関してはこのまま食べます。うん、美味しい。はい、キュウリの端っこを堪能しましたら、早速カットしていきます。カットはですね、薄すぎず厚すぎず、このぐらいの、このぐらいですね、1センチぐらいの幅にカットするのが僕のおすすめです。カットしたキュウリはどんどんこういったボウルに移していっちゃいましょう。ザルを引いたボウルにですね、どんどん移していっちゃいます。はい、じゃあカット全部終わりましたので、こちらをですね、水抜きしていきたいと思います。このままだと味がね、あまり染みないので、ここにお塩、お塩を1/2、小さじ半分ですね、全体に振りかけていきたいと思います。そしたらこの状態で20分から30分一旦放置します。最低でも20分ぐらいは放置していただけるのがいいかなと思います。それではキュウリを水抜きしている間に漬け汁を作っていきたいと思います。まずはお醤油、お醤油を大さじ3杯入れます。続いてお酒、こちらも大さじ3杯入れていきます。1、2の3。続いてお酢、お酢は大さじ1杯入れます。続きまして蜂蜜、蜂蜜は大さじ1杯、蜂蜜も大さじ1杯入れます。蜂蜜ないよって方は砂糖を使っていただいても全然大丈夫です。で、砂糖の場合は大さじ3杯入れてください。大体ね、蜂蜜の3倍ぐらいの量と砂糖が大体同等の甘さになりますんで。で、続いてこちら、めんつゆ、めんつゆも入れます。めんつゆないよって方は昆布茶とかをお湯で溶いていただいたり、本だしとかをお湯で溶いていただいて入れるのも全然ありです。あとはあのあごだし醤油なんかを元最初から使っちゃうとかもありなんですけども、あごだし醤油ってね、まああんま持ってないと思うんで、今回こういう形でめんつゆ使わせていただきました。続いてこちら、鷹の爪、鷹の爪を2本入れていきます。ちょっとね、ピリ辛にしたいなと思いましたんで、夏で暑くてね、食欲ない時ピリ辛とかだとやっぱ食べやすいんで、まあ、辛いの苦手だよって方はここは入れないようにしてください。僕はね、鷹の爪輪切りにして種ごとも入れちゃいます。で、最後にこちら、生姜、生姜を 10g 千切りして入れていきます。生姜を 10g ほど千切りして投入します。はい、以上を入れましたら、これで漬け汁の完成です。はい、では 2,30 分置いたキュウリがこちらですね。わかりますかね、結構汗かいてきて水が表面に出てるのがわかります。ではね、これを早速ギューってギューって絞って水抜いていきたいと思います。ギューギュー絞りますよ。ギュー。ここでね、結構しっかり水を抜くことによって
味がねめちゃめちゃ染みやすくなりますんで、ここの工程は結構大事です。結構こんなに絞れました。そしたらですね、この絞ったきゅうりはこんな感じでペーパーナプキンにさらにくるんでいただいて、きゅうり拭くようにねこんな感じで最後ギューッとやってあげるとさらに水分取れるんで、やっていただくのがいいかなって思います。絞り終わった後のきゅうりはこんな感じになりました。それではここでようやく先ほど準備しておいたこちらの漬け汁にきゅうりを投入していきたいと思います。投入します。で、投入しましたらここで一煮立ちさせます。強火で大丈夫です。もう火は強火でこのままきゅうりを少し混ぜて全体に絡めながら一煮立ちさせます。一煮立ちってどれぐらいっていうのが、沸騰してから、まあ、ちょっと一呼吸スーハースーハーしたぐらいが一煮立ちになりますので、沸騰してちょっと経つから止める、そんな感じで大丈夫です。はい、沸騰しましたのでここからスーハースーハー、はい、 OK です。そしたら火を止めていただきましてですね、全体をよく混ぜてタッパーなどに移していきます。こんな感じでですね、こんな感じでタッパー用意していただきまして、そこに汁ごと、もちろん汁ごとですね、投入していきます。はい、ただいまこんな感じですね。あとは粗熱を取って冷蔵庫に入れて最低でも2時間ぐらいは冷やしてから召し上がっていただくのがいいかなと思います。粗熱が取れたきゅうりたちを冷蔵庫に入れていくんですけども、冷蔵庫に入れる際こんな感じですね、ラップを上からしていただいてギッチギチにこんな感じで詰めていただいてから冷蔵庫に入れていただくと、全体がね汁に浸かっていい感じになると思いますんで、ぜひやってみてください。それではここから2時間漬けていきます。はーい、お待たせしました。こちらが2時間以上ちょっと経っちゃいましたね。こちらはですね5時間ぐらい漬けたものになります。もうしみしみのしみしみでいい感じですね。ということで完成です。せっかくなんで盛り付けしていきたいと思います。こんな感じでいい感じの小皿を用意しまして、そこに入れていきます。はい、完成です。無限に食べれるボリボリきゅうりです。はい、それではアホみたいにご飯を持ってきましたので、こちらのきゅうりとともに食べていきたいと思います。いただきます。うまめちゃくちゃうまい。うん、最高。ボリボリしてんの聞こえましたかね。これきます。最高にうまい。マジで日本人に生まれてよかったなーって思った瞬間ですね、今まさに。これはうまい。めちゃくちゃうまいっすね。これで味噌汁もあったら最高なんだけど、うまっ。きゅうりのきゅうちゃんってもちろんあれだけでも美味しいんですけども、もう完全にね、あの自分好みの味に仕上げたんで最高にうまいですね。これ日持ちもすごいするんでね、常備菜としても最適です。正確に測ったことはないですけども、まあ、1週間2週間ぐらいは持つんじゃないですかね。ただうますぎていっぱい食べちゃうから持たないっていう、逆にその持たないっていうのもありますけどね。うん、うまっ。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。これねマジでね一瞬でなくなっちゃうと思うんで、今日3本でやったんですけども、6本ぐらいで作った方がいいかもしれないですね。もしねきゅうりが大量に安く売られてたらぜひ試してみてください。今ねきゅうりも安いし美味しい時期なんでいいと思います。それでは皆さん、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた。